おいおい、乗っかりすぎじゃねえ。なんか殿様バッタにイナゴが3匹ぐらい乗っかって、なんだこれ、なんだていうか、これ殿様バッタのメスでもなんでもねえ。なんで殿様バッタの後ろにイナゴが乗っかってんだ。なんかすごい今なんかすごい岩だったんだよな。なんかカメラのズームがおかしくなった。これにそう、なんかトノサマバタにね、なんかイナゴが3匹ぐらいの飼ってたのね。とりあえず今日は惨敗だ。下流のプッコミの方はどうなるでしょうかね。まあ、あまり期待はしないでやってみます。まあ、餌もったいないんでやってみます。まあ、どうせ、はあ、どうせダメだろうけどな。まあまあまあ、たまにこういう日があるから魚が釣れた時の喜びを再認識できるっていうもんだと思えば、いやーそれでもなんか釈然としねえ。いやーつが、いやーってか林道のゲートがなんであそこ工事なってたんだ。ってかそういうのネットに載せとけって話だよな。だったら別の場所行って普通に釣ってたのに。あーでもって何だろう、何だろう、全然魚いなかったな。あれかな、やっぱなんか水温かなんか関係してるのかな。でも先週ビバイでたくさん釣ってたし、多分この川なんかそういうなんか事情があるんだろうね。うん、何やともあれ片道 5時間歩いて何も釣れないという、なんかそういう日もあるんだね。いやそれはある意味初めてだ。そこまで派手な惨敗は、いやつか、いや海釣りにしときゃよかったかな。いや海釣りも中途半端なんだよ今時期。うん、なんかカジカも中途半端だし、ま、松川でも松川だけ狙ってウグイばっか釣っても仕方ないしな。うん、なんか中途半端な、なんか空回りが積み重なって今日の惨敗につながったと思います。まあちょっとぶっ込みの方はどうなるかわからんけど、まあ話のネタ程度にはやってみますね。うん、それじゃあね、グッバイ。はあ、紅葉は申し分ないんだけどね。ああしまった、ああしまった、ノンアルコールビール冷蔵庫に入れっぱなしだ。あ、雪虫飛んでる。やっちまった。ああ